権力に上がるから、これ5でしょ。いやもう使ってみよう。2上がるんだ。いたー、最悪やこいつ。球界さん、強制ノースジモンスター。強制ノースジモンスターなの。なんかさ、パワー系使ってもなんか上がるやつって、いちご。よく来た。ナイス。よくできた。これブロック12得るやつ忘れてた、また。なぎ払い。ヘッドパッドがある。ランダムのアタックで1枚手札に、このターンコスト0。あー、これも熱いな。だけどアタックカードいっぱいあるからな。これにしよう。ある意味2位のやつ選べるからね。で、回復でしょ、これは。まだ一層だからね。これ何、ハテナって何？え、クラッシュ使えないの？あ、これか。これでか。え、ヘッドパッド出てきた。もう嫌なんだけど、マジで。もう全然さ、防御系がない。痛い。え、マジで痛い。やばい。強打、強打してる場合ある？強打する場合ある？いや、強打しないとダメか。強打して怒りの渾身パンチ与えて、ヘッドバットで今の怒り、いや、これ、いや、怒りだな。俺はコンボに命をかける。ストライク破棄。よしよし、一周した。よしよし、一周した。ドン引きだよな。敵モンスターもドン引きだよな。もう8枚使ってる。痛い。やばい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 、マジでやばい。強打、強打やんないとダメだよね。強打、これ、あ、やば、ブロック使えばよかった。何こいつ。あー、やばい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 。防御、クラッシュ使えるでしょう。クラッシュどうしよう。もう怒り取りすぎたんだよな。山からカードってこれ何？ 2 枚。怒りがあるな。怒りいっぱいあるな。怒りいっぱいあるな。で、ヘッドパッドでこれ取って、え、残り2じゃん。あ、やっつけた。うん、勝てた。不動30ブロック得る。ターン開始時 HP 中分、カード1。あ、これいいな。あ、これ捕食いいな。あ、だけどターン開始時 HP 一応しない、カード1枚。いや、これだな。最大 HP 先を見ると来た、俺の悪魔のベルベット。ターン開始、宝を受けたり呪いを獲得。呪いはデメリカ、あなたにできる。ターン開始時敵の行動が分からなくなる。球界さん、ベルベットありますよ。どう考えても取らないでしょ。なぜ進めた。これありかな、宝箱開けるたんび。いやー、なしかな。呪いのカード増えすぎたら困るな。いや、やめとこう。ちょっと敵の行動が、予定が分からなく、これもでかいんだよな。いや、いらない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 。やめよう。下手なこと考えるのよ、そう。どうしようかな。アテナいっぱいあるな。ここ行くか。ここ行って、こう行って。そうだね。あ、飛行系か。系だな。みんな攻撃入ってるしな。で、怒りパンチで、一番一ミス。怒り。あ、待て待て。クラッシュは最後に取っとくか。とどめか。クラッシュとどめでいいね。落ちた、死に落ちた、天使。オッケー、あ、倒せない。やば、強っ強っ。叫び
びストライク防御、一旦防御は使うか。防御、おたけび。で、強打がいらない。消費がでかいんよ。で、怒りが出てるから、怒り、ヘッドパー。また怒り取るか。クラッシュだね。怒りでいいな。筋力上げやがった。弱点発見で、ヘッドバーンで弱点発見もう一回取って光で殴って、うん、もう痛いんよ。やめてくれマジで。もう殺すつもりだろ俺。でこれにしてスイッチ。これは使うでしょ。使わざるを得ないでしょ。強い。あ、捕食ある。16ダメージ。捕食使いたいな。一生怒り。もう防御はする。ああ、ダメだ。届かない。捕食16ダメージ。ああ、ダメだ。待て、ヘドバ出てもこれ無理でしょ。ああ、ターン終了時にカード1枚、手札のカード山場の1枚に叩き、一旦ハテナ行って、これいらないんだよなカード。強打めくらまし、強打いらない。いや強打はマジいらない。いやめくるましもいらない。防護戦士弱体か。弱体にはいる。ターン開始。あー弱体もなんで呪いがあるの。いや呪いはいらないから。ゴーストアーマー受け流し。いやこのゴミみたいなミニゲームよマジでよ。もう全部いらねえじゃんあれ。もう全部使えるじゃんカード。燃焼も使うよ俺。迷わず使うよ。あー気持ちいい気持ちいい。あー気持ちいい気持ちいい。これよこれ。いった。まあ雄たけびだよな。おこれ何がしたかった。おたけびって意味あるの？あれ強化しないって意味ねえな。十素。アタック以外のカードをプレゼン。めまいが。アタック以外逆にないんだよなそんな。いやアタック以外ってこれか。めまいってなんだろう。めまいって何？あめまいってそれか。あー強打使えばよかった。いやーもう使えない。ヘッドバットしかないか。これ使うとめまいが増えるんでしょう。いったー弱体もついた。弱体めまいが来た。強かったこれな。強化したいな。カードを4枚引く。このターン追加でカードを引くことができない。全然いい。戦闘中に必ずポーションドロップする。消費エナジーが X のカードをプレイした時その効果は X プラス2X プラス2。熱くないこれ。え？ポーションしようですね、HP か。これ熱いんじゃない？ああ、激怒！
あぶねえ、激怒いた。あぶねえ。ボディスラムもいる。ボディスラムって消費ゼロじゃないかったっけ ?1 なんだ。9回さん、X コストのカード持ってないでしょあんた。え ?X コストのカードってあれじゃないの ?X ってゼロでもいいんじゃないの、え、ダメなの、俺、なんか怒りがプラス2になるのかなと思って。そんなことない。消費エナジーが X ってこれじゃないの ?X ってこれ。え、違うの、え、勘違いしてる、なんか。9回さん、X は X って書いてある。え、どういうこと？ X は X って書いてるの？なになに？え？あ、待て待て、間違ったやつ攻撃した。いや、しょうがない。ナイス。ナイスだった。うん。X っていうのがあるんだ。あ、ナミちゃん。ナミちゃん。ずっとゲームやってるよ、これ。今何時？今6時か、朝。なめちゃん、ウェイ。ウェイ。うん。X コストってね、今あるコスト全部消費して使うカード。あ、そうなんだ。ナミコさん、今帰ってきた、わら。すげえな、お疲れ。え、そんな？お疲れ、マジで。いいな。防御な。ナミコさん。ディスコ暇な時見てな、わら。あ、わかった。なんか送った？オッケー。捕食10ダメージ6。捕食をまた戻すか。で、これで捕食。こいつにとどめさしたい。この捕食カードでとどめさしたい。あれ？捕食カードなくなった。あれ一回使ったらなくなるの？嘘やろ。嘘やろ。なるんだ。オッケー、ディスコね。あ、HP 回復した。あ、そういうやつなんだ。あ、カード4枚引く。いいね。おほ。追加で引けないのか。弱体に与えて。カード引け、燃焼して。あ、なくなっちゃった。しっかり。南さん、まだやってる。そう、まだやってる。楽しかったよ、これ。あ、カード引けないんだよね、これ。いや、じゃあブロックカード、また上に来るようにして。楽しんでるよ。あ、捕食破棄か。南さん、私が最後に見たのはローション侍でした。いつの時代よ。ローション侍すげえな。ローション侍いいなぁ、ローション侍。お、最大 HP 20。南さん、私はすでに電車です。あ、電車お疲れ。ナイスよな。 X 回与える。あ、これが X か。 X カード持ってこう。来た。南さん、寒いですね。え、寒いの？寒いんだ。もう寒くなってきたか。いやー、もう冬ですね。俺居酒屋に忘れたやつさ、なんかやってるわこれ。南さん、マガリンさんの室内ってどういう気温状況ですか？何もしてない。ムシムシしてる。湿度は高いと思う。南さん、うん、いつも半袖なイメージ。あ、長袖着ても着なくてもいいって感じ。なんかね、寒くもあったかくもないんだよね、ずっと。
奇妙だけどさ、ずっと寒くも暖かくもない。自分でもよく分かってないんだよね。めっちゃ食らうじゃんこれ。に結構なんでもないって感じ。めっちゃ筋力上がった。怒りのパンチ。南さん、換気ってしてます？換気窓が割れてるから、まあ、勝手にされてんじゃないかな。窓が割れてるってのもあれだけどさ、窓こんぐらいの穴が開いてる。南さん、わらわら。わかる、気持ちはわかるよ。ダメだこいつって思ったでしょ。ダメだこいつって思ったでしょ。正直いいよ別に。いいよ、全然全然問題ないよ。全然問題ない。怒りパンチして。球界さん、うん、衝撃的な情報入ってきたんだけど。そうそう、俺家の鍵なくしてさ、鍵屋呼んでさ、10万って言われたから、じゃあ自分で開けますって言って家回ってさ、窓ガラス割って入ったの。やばいでしょ、やばいでしょ。ヘッドバットして、これからなんか1枚引くか。激怒、激怒がいいかな。激怒がいいね。激怒にするか。ヘッドバットで激怒をゲットして、OK、これで。南さん、それからかなり経つ気がするけど治らないんですね。そう、直してない。めんどくさいなと思って、めんどくさいなって思ってってのも致命的だけど。あ、捕食出た。捕食13ダメージ、これ12。あ、いいねいいねいいね。捕食で最大 HP アップ。これカード引けないんだよね。いいでしょ。何がいいのか分かんないけどね、結構致命的だ。あ、敵全体に8、8ダメージを X 回。これ3回与えるってこと ?8324。3回。で、2回。強いのかな。よっしゃ、防げた。で、怒り。で、これ。どう？おえぇ、16。ノーコストで16。こいつ強いんよな。クラッシュ17。いやー、クラッシュプラス投げ払い、クラッシュ入れるか。いいですね。他に休憩だわ。南さん、ちなみにこのゲームはローション侍の後ですか？ローション侍1個で、これ4番目、これ4番目のゲーム。すごいでしょ、4番目のゲーム。4番目すごいでしょっていうのもあれだけど、ラッシュだった。南さん、結構やってる、わら、ね、結構やってるよ、マジで。ラッシュ結構、結構さん使うか。こうやって怒りで殴って、うん、そうなんだよね。結構パック15。あー、コストがランダムになるやつ厳しい。南さん、私思ったんです。おう、何思ったんです。うん、南ちゃんどうした？やっぱ長身はやべえなと。でも怒りがもうきついんよ、怒りが。南さん、卵、午前中からやったらクリアできる気がする。それか、それか、怒り1か、怒り0の方がいい。そこか、そこに気づいちゃったか、そこに気づいちゃったのか。これな、防御に回した方がいいよな。一旦防御回すか。はい、南さん、うん、卵死にはきついと思うんです。大丈夫よ南ちゃん、こんなお気遣い無用よ本当に。06、これで捕食できるんじゃない。3、10ダメージ。あ、来た、捕食できる。
そんなね、大丈夫よ、本当に。みなめちゃん。卵いつかやってみる？すべてのストライクを削除。5枚の書き身。え、5枚の最大 HP の 31%。噛みつきすごいじゃん。1。7ダメージを与える。7ダメージを与え2回復する。いいんじゃない？え、最大 HP ってそういうこと？えぐいな。トイレ行きたいな。うん、南さん、うん、やっぱり撮影現場のところもクリアしてほしいという気持ち。あそこ難しかったよ、結構。トイレ行って全然ですよ。南さん、え、うん、2本目、わらわら、うん、ナミンコさん、そうそう、僕は飲んでます。飲むな。ナミンコ飲みすぎよ。うん、南さん、うん、私見た時飲んでたからそれ以来か。あ、そうそうそう、本当にチビ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 飲んでさ、いっぱいになってもあんまり何もしなくてさ。平均50。ナミンコさん、誕生日だから許してくれ、わら。え、そうなの？賭けに負けた。え、そうなの？だからナミちゃんなんかエスコ。ナミンコさん、昨日な、なでなーで、ミナミさん、おめでとうございます、部第一。おめでとう。ナミちゃんの配信でやってね。ナミンコさん、ミナミさんラブ。ね。あ、だけど1ビッツか。ごめんね。ありがとう。ありがとうね。どうせビッツ投げるんだったらナミンコのところがいいからさ。うん。ありがとうね。捕食。これどうしようかな。こいつからやっつけた方がいいんだよね。ブロックいらないでしょ。強打。ナミンコさん、来週なんかするから来てな。オッケー。これ一旦下げるか。あ、噛みつき来た。噛みつき熱。12。もうちょいなんだよな。12ってもうちょいなんだよな。カード2枚引いて、一旦ターン終了待つか。そうだね、ターン終了待つ。うん。オッケー。やばいやばいやばい。あいつ、こいつやべえな。みつき。燃焼。みつき。あー、ブロック壊しただけか。フラッシュ18。あっ。みなみさん。ナミンコさんの配信見たときに傘が大量にあってバビりました、うん、強すぎてアートバビ。そう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 、あれ傘大量にあったよね。え、何あれと思って。ナミンコさん、わらわら、あれ傘大量だよね、マジで。なんなのあれは。何なんだ防御だけど欲しいな。ナミンコさん、ゲーミングチェア欲しいって言ったら傘見えなくなるからやめろって言われました。うん、何それ。そんなことあんの。やべえな。え、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ。あ、これいけんじゃない。83、83、24。あ、いけるじゃん。またポーション使うの忘れてる。マジか。ピーハルさん、うん、ドムって寝てました。おはよう、ハルピーハルさん。ピーハルおはよう。傘の量がおもろすぎてスクショしましたもん。ね。薄長みさんか。ナミンコさん、スクショ、わらわら。スクショ。なんでそこまですんの？何スクショって。スクショいらないでしょ。ラスクショ。ナミンコさん、もう南って呼んじゃうラブ。いないね。そういう仲か。ピーハルさん、寝る前と違うゲーム？そうそう、寝る前と違うゲーム。ローション侍じゃないよ。ローション侍の時にいたっけね。そうそうそう。
そうなのよな、うん、やばい。みなみさん、わらわら。みんなローション侍よな。こいつ、こいつから倒したいんだよな。みなみさん、降りて。ありがとうございます。降りてありがとうございます。噛みつき噛みつき、おたけびヘッドパッド。あ、クラッシュある。クラッシュある。みなみさん、実配信に一人でそんなルールねえからな。そんなルールないからな。あ、ダメだ。ガードするやつがない。あ、これ死んだかも俺。いやー、8324、これで一旦全員やれるか。南さん、すいません、前向けて。ん？あ、いや全然いいですよ。一旦これで、そうだね。よしよし、あいつ、あいつらをやっつけて、オッケー、これでいいね。何、お前は私のものだって。え、何これ、怖い。ガードブロッカーいる。あれ、ブロックポーション飲む。ちょ、ちょ、ステップだから2人を噛みつき、ファンブロック。え、これ無理よ、無理よ。あ、今さらこれが出てきた。いけんの？あ、引けないのか、カード。やっちまった多分負けるんだよね、これ。もう勝てる要素がないんだよね。尾行弱点。みなみさん、長林さんが前やってた賭け事のカードゲームを思い出させるゲーム感ありますね。あ、賭け事。あー、あれだ、バイオハザードか。そうそうそう、バイオやってたね。なんでなんか使えるのかな。ナミンコさん、ゴッドフィールドみたいやな。ん？ゴッドフィールド？何ゴッドフィールドって。まあ、あった。あ、ゴッド。一旦これ使う。噛みつき扇風陣使っても倒せないよね。何、ゴッドって。ナミンコさん、うん、カードだけで戦うごとけ、わら。あ、なんか昔やったことあるような気はしないでもないな。気がしないでもないだけだからな。なんとも言えないけど。え、これ倒せそうじゃない。支派32、支派32。ナミンコさん、おもんなくてやめた。おもんなくてやめた。はいはいはい。もう一回、もう一回これクラッシュ入れちゃえば。あ、勝てんじゃん。勝てた。あれでしょ？なんかチーム戦とかできるやつ？ゴッドフィールド。多分そんな感じするな。このターン、次のアタック2回プレス。ナミンコさん、そうそう、わら。あ、やっぱりそれやったわ。俺チーム戦でやったのにさ、味方の人にさ敵だと思われててさ、チーム内チャットでさ、今度長見倒すみたいな。通りだのゲーム通りだのゲームなのあれナミンコさん、笑う、わらわら。やばいよマジで。カード1枚、ランダムなカード1枚アップ。小さな絵すごいじゃん。カードエリートが追加でレリック1つ。あ、これすごい、ブラックスターね。ありがとうね。それさ、ラメールさんが書いてくれたさ、スタンプさ、人気だよね。ちょっと焦点すごいよね。これ使ったら勝てる？勝てねえか。これこれでしょ。で、次のアタックを2回プレイする。ナミンコさん、
かわいい、クスナガミパンダ、クスナガミパンダ、クスナガミパンダ。かわいいよね。強っ強っ。ちょっと今の笑っちゃったわ、強っ。おたけみなみさん、携帯でバッグをブラックにしてるので卵持ってるみたいなので好きです、クスナガミパンダ。携帯でバッグをブラックにしてるのね。なになになに、あーなるほどね、卵持ってるみたいか。扇風はみんな好き。あ、扇風みんな好きなの。俺じゃあかなり当たりカード引いてたかもな。おたけび持ちすぎな気がすんだよな。いや、おたけび持つわ。扇風やばかったね今の。あー、こいつトゲがあるやつでしょ。あれこいつだっけ、トゲで、こいつが爆発するやつでしょ。呼ば引くか。弱点おたけびは使えないから燃焼で。みなみさん、いつか卵コラボ長民さんが登場することを夢見ています。夢見なくていいよ。何の夢見てんの。でよしよしよし、あれこれ捕食用に取っとくか。しちゃったね。これがめまいで防御、防御いらないでしょう。敵発見、ヘッドバしかない。これ何、今ヘッドバ使ったんだよ誰。何を戻すってこと。いやー卵なー、卵やる日来るのかな俺。卵あんまやる気ないからね。捕食13、あいいじゃんこれ。捕食ありがとうね、よしヤンミーよ。噛みつき、よしよしよし。噛みつき他ないかな、噛みつきないな。これで捨ててカード2枚引くんじゃないの。みなみさん、うん、卵と石鹸は午前中からおすすめします。おすすめされても困るんだよな。怒りがまた来た。戦闘だよな。どうせ後半になればきついからさ、戦闘。ターン終了式。ダブルタップがあるな。ダブルタップ、怒り怒り怒りパンチ、強打やればよかった。みなみさん、石鹸はやってる人を本当にめったに見かけないです。え、そうなの、そういうもんなの。これ死ぬかな、死ぬそうな気がすんな。石鹸ってさ、そんなにあれなの、噛みつきやってもな。みなみさん、あんまり知られていないのかな石鹸。そんなことないと思うけどな。ダメだ、あ、ダメだ、これで死んだわ俺。クラッシュ、月光月光ダブルタップ、クラッシュ2回、クラッシュ2回でいけるかな。死んだ。いやー石鹸俺あんまり聞いたことないんだよね。ラメールさん、おはよう、ウェイウェイウェイ、ラメールさんウェイ、おはよう。いやー惜しい、ちょっともうちょっとデッキがうまくいかなかったね、悔しいな。まあ実はそんな悔しくないけどね。カードを2枚、ゴールドを全て失う、90、ランダムなボスリック、カード2枚、
強打いらねえ。変化するカード強打、防御。もっといらないカード出てきたな今。ね、こんなにね、こんなにこれいらなくない？脳天割り32使うか。あれ HP3 しな、11防御。あ、勝てるな、脳天割りのおかげで勝てるわ。え、勝てねえじゃん。え、勝てねえ。あ、勝てるわ、勝てるわ、脳天割りで。南さん、少し前にラメールさん褒められてましたよね。長民さん、ラメールさん、ああそうだね、そうそうそう。だってさ、ラメールさんのさ、そのさ、スタンプ人気なんだよね。ラメールさん、うん、え？ナミンコミトさん、クスナガミパンダ、クスナガミパンダ。俺今一瞬何のことだろうと思ったけど。ミンナミ373さん、クスナガミパンダ。うん。さすがよな。うん。ラメールさん。ね。これすげえなと思ったもん。待って、これ1やんない方がいいのかな。あ、防御いらなかったわ。さすがよな、ラメールさん。よく作ろうって思ったよね。俺が言うのもなんだけど、よく作ろうと思ったよね。ほんとに。ラメールさん、うん、クスナガミパンダ、うん、これでダブルスタンプにしてもらえるとは思ってなかった。うん、あ、来た来た来た、旋風陣。ドロップキック。ナミンコさん、うん、かけるのがすごいのよ、わら。ね。ヨキもさ、なんかラメールさんに対抗したのかさ、そのスタンプ作ってくれたけどさ、俺が採用しなかったらヨキ自分のチャンネルでスタンプ使ってるからね、俺のあれで。デッキカード1枚。ナミンコさん、ティアさんやっけ、わらわら。そうそう、ティアさん、だけどティア1に変えてるよ、ティア1。今、ティア1に変えたって言ってる。えって。南さん、なんだ今。わらわら。ティア1に変えましたって。やばいよな。かわいいかよ、わら。これやばいよ。これ、これやって、これ、5ダメージ。熱っ。金属化、ターン終了時に3ブロックいる。熱いな。なんだろう。ヘッドバット。天風陣、リターン。ナミンコさん、うん、あかん、ちょっと事務仕事してくる。はい、行ってらっしゃい。もう大丈夫か。アーティファクト1個いる。ナミンコさん、長ミンとこ見てるとずっと見てまうねん、わら。ありがとうね。見ててもいいことないけど。見ててもいいことないけど。アーティファクト1つ得るって何？アーティファクトって。衝撃波、敵全体に出すこと。あ、これすご。で、2か。武装。アップグレードな。中海さん、一度デバフ引く。南さん、ね、お酒飲んでも仕事すんごい。あ、デバフ、デバフ弾くんだ。そう、ナミンコね、マジでね、お酒飲みすぎだと思うんだよね。防御しないといけないじゃん。もう強いんよ、敵が。間違いなくこれなんだよな。15。長見、後ろ。後ろカーテンです。後ろカーテンです。何もないです。本当に。夢も希望もないです。もうこれで。よし。もう強いよ、敵。これ。これで。3しか与えないの。あ、これがついてるのか。あ、分裂した、ギリギリ。ナイス。10と7、より強烈になってねえか。これ、勝てる気せんぞ。よしよし。きつ。免疫。よし。あんま勝てる気せんのかな。これで、あ、これで一応10。ベストライト。あ、これはいい。いた。いや、あいつは倒せるか。あいつは倒せるね。4ダメージしか与えないの。
南さん、でも頭脳戦強いですよね。俺頭脳戦強いから、頭いいから、頭いいから、頭いいマウント取りたいけど、俺ねマジでねガチでね、自分で言うのもなんだけど天然なんだよね。これ邪魔だな。うん、扇風陣、扇風陣使っても倒せないよね。6、6、3、6、3、18。あ、これ3回使った方が早いのか。強っ、敵強っ。あ、来た、怒り来た、また扇風陣が来てる。はい、とりあえず怒り、うちのマストデッキ。え、無理だって、無理だって。いや、これは使いたいよ、怒りも使いたい。怒り、あ、これか、え、金属か、え、これちょ無理よ。これどう勝てっていうのよ、これどう勝てっていうのよ。勝てれ、これさ、今持ったらカード1枚ずつ持った方がいいな、回転早いな、そっちの方が。これで8だからいっか。今気づいたわ、カード1枚ずつ持った方がいいわ、絶対そっちの方がいい。これでぶっ飛ばせるでしょ。待て待て、怒りカードがあるな。これで盤上1で、よし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 、欲しいカードは2枚にして、うん、俺ありこ、アーティファクトがデバフを弾くのね。1回ブロックなしでターンを終了したとき6ブロックを。南さん、電車が地下の下へ入ってきたので、またねー、うん、あ、また、ありがとね、バイバイ、うん、だよな。レリックをスキップって今出たな。レリックをスキップって何？あれレリックだったの？怒り、怒りを上げたい。みんな1枚ずつあるよね、1枚ずつあった方がいいような気がする。9回さん、オリハルコン取らんのかい？え、オリハリコン強くなさそうだったから、え、オリハリコン取った方が良かったの？あれポーションじゃないの？あれがレリック？やっちゃった俺、いきなりやっちゃった、やっちゃったかな。アッパーカット、球界さん、うん、やっちゃいましたな、マジで、マジか、マジか、あんま考えずにやってたかな今、アホよな。怒り、扇風陣何も使ってみる。いやー、だけどレリック1個でしょ、タカが1個よ、タカが1個、サレド1個、あれ、あ、これ使わないといけないんだ、使うか、3ぐらいいいや、よっしゃ、 OKOK、 光扇風陣、また怒り来たよ、怒りもうあるんだよな、ボディスラムかな、ボディスラム取っとくか。レリック HP が失われても次のターン開始、3ブロックいる、焚き火、焚き火行く？焚き火行った方がいいよね。HP 回復、いや、F 上げた方がいいな。これは4か。4微妙だな。あ、これは8。これでかいな。8でかいな。3上がんのか。3も上がんのか。え、これにしよう。扇風陣強いな。こいつ、こいつあれじゃん。めまい、うん、にょー、めまいがあるんだよ、ボディスラム6、
旦旋風陣で。これ捨てれないんだよな。強っ。うん、21はダメでしょ。あ、待て、上がるのか筋力が。忘れてた。これ脳筋野郎だよね。これ使うとまた上がるんでしょ。あ、ダメ、強い。あ、確実に強いこいつ。あ、ダメだ、足りない。いや、12は耐えれる。誤差さん、いたー、いたー、旋風陣。お、これか。これ裏は登るたら12号で。これデバフ消すやつとして、うん、すげえな。これハテナ行くわ。アボディスラム。ドロップキックちょっと欲しいかな。アーティファクト1個。え、ボディスラムあるか。あ、捕食。捕食欲しい。捕食どこ？え、マジで。捕食欲しい。捕食。ゴミやん。何このクソゲーム。ちょ、アルミニゲームの意味がわからない。マジで。もう勘弁してほしい、マジで。いや、ターン終了時に3増えて5だからいいか。マジで。ラメルさん、うん、わらわら。あれやばいんよね。あ、ラメルさん、これ知らないでしょ、これ。カードゲームで、ね、まあまあいろいろあるんですよ。ちょっと説明を省きますけど。こうやってここのエナジー使って、ここが消費されていくの。これ1消費する、0消費するとか。あって、で、5か、6、3。なんで9だ。ラメールさん、ローション侍の続編。ローション侍の続編ではない。残念ながら。残念ながらね。ローション侍の続編ではないんですけど。そう、カードゲームで、こうやって、この怒りっていうのこれ好きで、これね、使うとね、ここの捨て山にね、1個増えるの。1個増えた状態入るの。で、ここが0になると、捨て山がまたここに来るの。なんかこれを、無限ループしてれば、消費がゼロのパンチがいくらでも増える、うん、なんかもうそれがねすごい楽しくてさ、怒りデッキを今構築してんの。コソ泥だ。10、こうやって今1消費して、こうやってほらやってるでしょ。だけどこの怒りに関してはほらもうゼロなの。ポン、ほら、でまた1枚増えたの。ほら、捨て間に今2枚あるの。こうやってこれがね楽しくて。ボディスラム、8324。このスキルカードいらないな。これ3枚消費するのか。だからこれか。あ、いや、いや、アタック以外の、いや、破棄するか。破棄は怖いな。このまま脳筋構成でいこう。 HP がない、今 HP がない、うん、さあボス戦、レベル1ボス戦。あ、どうしよう。ランダムな。9回さん、状態異常とかも破棄できる。あ、そうなの。やっちゃったかな。一旦これでアタックするか。音楽がなくなったんだけど、一切音楽がなくなったんだけど。怖っ。金属か、金属か、ストライク、ストライク。え、俺30のダメージを直で受けるの。さて、おい、ドン引きなんだけど、これ何、ドン引きなんだけど。待て、
怒りだよな。これは間違いなく怒りだよな。防御して。もうすぐ一周するから。やけどが増えてるな。やけどうぜえな。よしよしよし。扇風陣切りたいけど、一旦これでしょ。ストライクいいかな。扇風陣光ボディスラムゼロ。これ扇風陣81に対して明日だ。熱い熱い。よし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 。カードの周りいいよ。回転いいよ。カードの回転。アタックカード引いてアッパーカット。ナイス。いいよいいよいいよ。よしよしいいよいいよいいよ、うん、また怒りカード出るよ。怒り2枚出た。ダメだ、これカードを引くカードがないと無理だな。勝てねえな。バランスが悪い。あ、死ぬ、あ、死ぬ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 。ブロックポーション。なんか今6でしょ。ボディ、ボディ、これ。これ使ったら。9回さん、ポーション使ってけ。ね。プレートアーマー。あ、カードを3枚引くってあるじゃん。リトシさん、本当に続いてた。わら、怖いね。本当に続いてた。やばいやばいやばい。まだ、まだいいよね。まだいいよね。カードを引くカードがない。やば。四六二十四二十四。扇風陣勝てないよね。ポーションも使っていこう。ポーションも使ってった方がいいよね、マジで。プレートアーマー。これ。カード三枚引く。いや、これで一旦ガード増やして四六二十四。これで二ダメージしか食らわない。一旦オッケーオッケーオッケー。増えてる増えてる。もうカードもう無理だろよ。あ、もう無理だのよマジで。あ、勝てるわ、あ、勝てるわ。よしよしよし、オッケーオッケー。よしよし、オッケーオッケー。勝った勝った。ギリギリ、いやー、ギリギリだった。筋力を2倍にする。アタックを2回する。いや、これだな。うん。2枚のカードをデッキからさ。レリック。レリックを3個獲得する。いや、これだな。レリック3個獲得。きた。獲得時、ポーションスロット2つ得る。うまっ。アタックを獲得するためにそれをアップグレードする。熱っ。休憩所で卵いやんけ。ね。ね。ケトルベル。休憩所で筋力を獲得できる。筋力アタック追加。これ筋力やばくない？休憩所で筋力獲得ってやばくない？きた。筋力ってね、追加ダメージなの。休憩所、休憩所どこよ。休憩所、休憩所こっちか。商人寄りながら行きたいね。こうか、このルートか。オッケー。よし、いいよ。ラメールさん、長見さんには卵が似合うよ。あ、何目線だよ、何目線だよ。待って、これちょっと足りないな。ブロックして扇風陣8でしょこれ。で、金属化は必須。ボディスラムいらない。これで怒りパンチを引きたい。ランページ。ランページ熱いじゃん。ボディスラム3。このダメージ食らうんだよこれ。アーマーが3でここが10だから。あ、だけどターン終了時に俺ブロックやるからこれ6になるから4ダメージ食らうの。4ダメージ。あいつ4回復してるじゃん。何これ。
あ、残虐。よし、カード1枚引く。ナイス。これ呪いのカードいらないんだよな、これ。こいつ邪魔だな。こいつのせいでクラッシュが使えない。6212。またか。あ、1ダメージか。やっと怒りカード出た。戦闘終了までダメージが5増加。これランページだよな。ランページは使うべきよな。で、怒りアタックでしょ。よし、1枚増えた。で、アタック。はい。ストライク。ストライク。もう防御カードが明らかに少ないんだよね。よしよし、これでいいや。終了時に上がるから。よしよしよし。天風陣、怒り。まず怒りで、怒り、あ、これ防御あるせいか。で、クラッシュ。9回さん、いっぱいアタック取りっとるからそやね。うん。アタック取ってるから？え、アタック取ってたらダメなの？ねえねえ、何？あ、アタック取ってるから防御ができないのか。脳筋だよね。8216、16、8ダメージ。これ使ったかも、なんか同じぐらいか。よし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 、行こう行こう、攻めていこう。ほら、怒りが出てるから。まあ怒りがあれば大体勝てるから。で、2回使えば終わりか。仕掛けた、はあ、余裕よな。もう余裕じゃないけどね。あ、これだ、2枚カード引く。あ、これ、これもいい。これ、これ、これだ。よし、あれ複製するからな。よし、コソ泥か。反逆性、ちょっと二刀流まだ使いたくねえな。え、マジでマジで防御する手段がない。うん、九階さん、男はみんな二刀流好きなんだから。何目線なの、マジで何目線なの。おい、これ知るかもしれんだ。何目線なの、ほんとに。サンダーラップ。ナイス。クラッシュ。ダメルさん。よしよし。ナイス！ナイス。これでとどめだよね。え、とどめじゃないんだ。イトシさん、二刀流憧れます。お会いに。二刀流憧れる？ソウル、なんだっけ？ソウルオブ、ソウルオンライン。これ今更だよね。6ダメ。ストライク、防御。あ、あいつ防御してるじゃん。じゃあこれ使った方がいいのか。オッケー。これ何？逃走？え、こいつ逃げようとしてんの？え、なんで逃げようとしてんの、こいつ。え？あ、無理だ無理だ。ダメだ、倒せない。あ、こいつお金盗んで逃げたってことか。20% 回復。投げ払い、はあ、筋力2倍。投げ払い強いんだよな。ほら、ボディスラムゼロ。あ、ボディスラムって強化したらゼロになるのか。商人のところ、俺商人のところ行こうとしてたよね。商人休憩所だよね。 OK、 よし、ここで一旦な。3枚アタックプレス4ブロック得る。熱い。いったのに3枚のアタックプレスだと敏捷性1。エリートと戦闘開始時筋力を2。これが熱くない？いったの間に3枚のアタックをプレイすると敏捷性1。ブロックがめちゃめちゃ上がるってことでしょ？ずっとだもんね。3枚アタックプレイすると4ブロック。4ブロックも捨てがたいな。あ、激怒がある。これは買うか。これ買って。九階さん、怒りと相性いいね。だよね。アタックプレイするたんび。これどっちも相性いいんだよね。値段が高い方しようかな。え？ターン開始時、ランダムな無色のカードを1枚手札に加える。え、これ強くない？あれ、こっち強いな。あ、直感も強い。6ブロック。今俺にない防御カード。え、これ買って、いや、磁石いいな。カ
で、これ直下のこれも買っとくか。ちょっと買っちゃった。全然関係ないの買っちゃった。リパシさん、うん、結局金かよ。結局金なのよ。呪いレリック受け取る。どうしよう。いや俺は甘んじて受け入れる。呪いを使用しなかったエナジーが蓄積されていく。熱っ。アイスクリーム熱っ。エナジーってあの最初の3のやつ、3のやつがあって、毎ターン3なのよ。どんなに減ってようが増えてようがね。3、9回3、ガチ強いぞこれ。やっぱりそうだよね。怒りと相性がいい。全てのストライクを削除。あ、これな。これは取るようにしてる。よし、 OK。 休憩所ついたわ。リフトプラス1の状態。これリフトやった方がいいよね。リフトするわ。筋力アップ。そう、エナジーって毎ターン3なんだけど、あれは蓄積してるの。3使わなかったら3増えてんの、次のターン。熱くない？9回3、子供はみんなアイス好きなんだからなんか何目線だよマジで。何目線なの本当に。これさ、いきなり俺死んだような気がするんだけど、気のせい。これ死んだような気がするんだけど。防御これ55増えて10でしょ。噛みつきで HP 回復してもボディスラム11。え、これ俺これ死ぬんじゃない俺ここで。ボディスラム、噛みつき HP3。 一旦噛みつきするか。一旦噛みつき、うん、やば、いた。待て、残虐性、残虐性、二刀流、クラッシュを増産します。クラッシュ増産でブロック使って、 OK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 。 よし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 。で、噛みつきで HP3 回復させてクラッシュ。終わるマジで。待って、ポーション使おう、ポーション使おう、ポーション忘れてた。あ、HP20%、 最大 HP20% がいるから。 OKOK。 11、プレートアーマー L、 ダメージを10与える、敵全体。これさっき使えよ、さっき使えよ。カード3枚引く。まだ3枚払い。6ブロック L、 直感6ブロック L。 あ、全体に9ダメージ。あ、これ強いな。一旦うん、ちょっとパンチ与えて、これで、よし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 。あー、これ使えばよかった。バカー。いや、これ使おう。噛みつきた。リパシさん、私うちでるから帰ってくるまでやっててくれ。君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ。ありがとうで。やってるかな。ありがとうございます。ありがとうございます。お、21ダメージ。え、ポーション使った意味ないじゃん。エンシターナに3枚のアタックプレス、筋力 1L。 え、筋力アタックプレスに追加。え、手裏剣、手裏剣やば、これ絶対強いよ。やば、やば。しかもカードが引ける。カードまた引いた。やば、リフトしてきます。マスアップ、アップが終了しました。アップ、あ、ここにも休憩所あるじゃん。24、これ何？自分がアタックで与えるブロックされなかった4以下のダメージを 5ダメージに増加。え、ブロックされなかった4以下のダメージを5ダ、え、1ダメージが増えるってこと？え、どういうこと？ブロック、まあまあまあ持っといて損はないでしょ。まあまあ固定ダメージが増えるってことね。リフト、はい、パンプアップします。ありがとうございます。9回3、うん、1が5になる。ああ、やっぱそうなんだ。えぐ、まあ、金属化でしょ。金属化、金属化必須。防御いらないか。噛みつきか。噛みつき魔法使いにするか。噛みつきでボディスラムで、これが5になるってこと。あ、5ボディスラム5なんだけど、ちょっと待って、ボディスラム5なんだけど、ちょっと待っておい、大丈夫かこのゲームマジで。熱っ。防御もしとくか。え、カード2枚、これ。あ、あいつうぜえな。噛みつこ、ずっと噛みつこ。 HP 減っても全然いいしさ。うまっ、うまっ、うまっ。ヤンミーだ、ヤンミーだ、ヤンミーだ。
扇風陣使いて。扇風陣12ダメージ。え、どういうこと。あ、筋力磁石もある。あ、これ使って、で、こいつを減らすでしょ。で、直感って何？6ブロックで、こいつ扇風陣まあいいか。熱っ、うん、うわ気持ちいいな、気持ちいいな、気持ちいいな。二刀流、二刀流どうしよう。ボディースラムゼロっていうのがマジ気持ちいい、これボディースラム気持ちいいな、ボディースラム気持ちいいな。筋肉もあったって7ダメージって書いてるもん。気持ちいいな、ボディースラム。なんか噛みつきも気持ちいいな。ボディースラム増やそうかな。いや、これでアタック、いや一旦防御、調子乗るなよ。そう、いや、ボディースラム増やすか。多分これで倒せるわ。来たわ。はーい。はーい。ちゃんと噛みつこうね。14ダメージあるね。このカードね、5倍の筋力ダメージ。いや、だけど2だしな。9回さん、うん、配信でこんな気持ちよくなってていいんですか。逆に気持ちよくなっちゃダメだろ。いいでしょ。レリックを奪い取る。ターン終了、弱体化を 1L。 ゴールドを渡す。レリックを受け取る。これゴールド渡した方がいいよね。休憩時に追加で HP を15。 いらないな。